はい、サバディークラブ、今回はタイ旅行の注意点としてホテルのシーツについて一つお伝えしていければと思います。まあ、ホワイトボードにはですねシートって書いてしまっているんですけども、まあ、ベッドカバーですとかね、枕カバーについてねお伝えしたいと思います。で、まあ、今回はですね、まあ、枕カバーについての、まあ、感想になるんですけども、私はですね、まあ、エコノミーホテルに、まあ、宿泊した際に、まあ、比較的ね、まあ、綺麗なね、まあ、ベッドカバーと、まあ、枕カバーが置いてあったんですけども、まあ、そちらの枕カバーにですね、まあ、綺麗だったので、思わずですね、まあ、顔をうずめてですね、こう、なんて言うんでしょうね、こう、ハグのような形でくつろいでいました。で、そうこうしているうちにですね、なんかこうね、体がこう、なんかほてってきたような感じになりまして、なんかね、顔がすごく痒くなってきたんですよね。で、おそらくその、まあ、ホテルの備え付けのですね、まあ、鏡でチェックしたと思うんですけども、あの、顔がですね、もう真っ赤になって、じんましんみたいになってしまっていました。で、まあ、驚いたんで、もうすぐにですね、タクシーを呼んで、まあ、バルンラード病院の方にね、まあ、行きました。で、まあ、バルンラード病院に着いた時にはですね、なんかこう、割と赤みが、こう引いたような感じになっていまして、まあ先生の方もですね、まあまた次の日あたりにね、一度まあ来ていただければいいよっていうことで、まあ病院もね、まあ後にしたことがあります。ですので、もしね、皆さんもですね、もしこうホテルのですね、ベッドカバーですとか、まあソファーのようなですね、ところに、まあむやみにね、あの地肌をまあくっつけるのはですね、あまり良くないかもしれません。念のためご注意いただければと思います。ちなみに私はですね、最近ではあの枕に、まあ、ハンドタオルをですね、巻いてそれからね、まあ、顔をつけるようにしております。こちらのチャンネルでは主にタイつながりとしまして、タイ旅行で感じた感想やタイで食べたもの、行った場所などをご紹介しております。今回も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。